エドマンド・キャンピオンは、イングランドのイエズスカイの司祭、殉教者。カトリック教会の聖人。キャンピオンは1540年1月25日に、ロンドンで生まれ、少年期は、クライスツ・ホスピタルで教育を受けた。彼は、同校の最優秀の小学生として、同志を訪れた、メアリー女王を称えるスピーチを任されるほどであった。 キャンピオンは、オックスフォード大学セントジョンズカレッジに進み、1557年に、特別研究員に選ばれた。メアリー女王死後、イングランドが、プロテスタント国家に復帰したことを示す、国王史上の誓いが出されると、キャンピオンは、地位を守るため、1564年に便宜的に、サインした。所属するカレッジの設立者、 サートマス・ホワイトが1567年に死んで埋葬された際、キャンピオンはラテン語の長字を読む役を任された。2年後、キャンピオンは大学にエリザベス女王を迎え女王の行為を勝ち得た。彼は研究者の中から選ばれて女王の前で公開討論を行った。女王がオックスフォードを離れるまでにキャンピオンは憲政家ウィリアム・セシルと 女王の結婚相手と目されていたレスター伯爵、ロバート・ダドリーの両者と縁故関係を持つことができた。人々はキャンピオンが将来再び創設されたイングランド国教会の最上位の聖職者であるカンタベリー大主教となるだろうと語るようになった。この頃キャンピオンはカトリック信条を保ちながらアングリカンを便宜的に信仰していることに悩むようになったが、 グロスター主教、リチャード・チェイニーの説得を受けて、国境界の執事に助任された。心の中では、両親の葛飾と心からの憎悪を抱きながら、国境界の聖職者となったのである。彼の宗教信条に関する噂が広まり、キャンピオンは1569年には、オックスフォードを去って、アイルランドに移住。その頃構想されていたダブリン大学の設立計画に参与した。 キャンピオンはアイルランド議会議長の息子リチャード・スタニハーストの家庭教師となり庶民院の第一回帰に閉会まで出席した。キャンピオンはスタニハースト家の同意を受けてペールのターベイにあるパトリック・バーン・ウォールの家に移った。ダブリンで幅を利かせるプロテスタントたちに捕まり拷問を受ける危険を避けるためだった。三ヶ月の間、キャンピオンは パトリックという偽名を使い、アイルランドの歴史を執筆していることにして、追跡を免れた。1571年、キャンピオンは密かにアイルランドを離れて、ネーデルラント地方のデュエに逃れ、その地でカトリック教会に復帰して、生産を受け、アングリカンであった過去の12年間を否定した。キャンピオンは、 同じオックスフォードからの宗教上の離脱者だった、ウィリアム・アレン・スー・キ教が創設した、ドゥエー神学校に入学した。新入生キャンピオンは芝叩く間に頭角を現し、すぐに、教皇から奨学金を支給されることになった。神学校の基本的な目的は、すべての司教が死亡、亡命中、あるいは交流中で、 カトリック司祭を除外する人もいないイングランドのカトリック教徒たちに司祭を育成し提供することだった。エリザベス女王の第一秘書官ウィリアム・セシルはメアリー女王の知性に聖職助任を受けた司祭たちは数年のうちに絶滅し始めるだろうと予想していた。ドゥエー神学校はまた知的精鋭の集まる場所でもあった。同人学校では 英語訳聖書の歴史において、近帝訳聖書に先立つドュエイランス聖書が、編纂されている。またキャンピオンはこの地で、多くのオックスフォード時代の旧友達と再会している。彼は、神学校で、修辞学の教師をしながら進学学士の学位を取得し、1573年1月21日に、ドュエイ大学に進学した。 ドゥエは単に神学校があっただけでなく、イングランドからのカトリック亡命者たちの拠点でもあった。重要な政治目的を持った密使たちが、アレンス・スウキ教のもとを秘密裏に訪ねてきていた。このため、イングランド当局は、神学校にカトリック転校者を装ったスパイを送り込んでいた。大学の学位を取得後、キャンピオンは、彼の到来を待ち望む声に応えて、 ローマに赴いた。イタリアへの旅程では、キャンピオンは、貧しい巡礼者に身をやつしていた。キャンピオンは、同地で、イエズス会の修練者となり、ウィーンとプラハで数年を過ごした。1580年、イエズス会のイングランド伝道が始まった。キャンピオンは、自分の頂上であるロバート・パーソンズに随行することになった。 パーソンズは、キャンピオンの熱狂的かつ請求な性格のバランスを取るためのお目付け役だった。キャンピオンは、総長エベラール・メルキュリアンが出した選挙に関する方針を快く思わなかった。伝道師たちは、少年や女性と同席しないこと、信者にカトリック教会へ遺産を引き渡すよう進めないこと、そして政治に直接介入しないことなどが指示されていたのだった。 上陸より前に、イングランド伝道の参加者たちは反逆者、ジェームズ・フィッツモーリス・ジェラルドの指揮する、強硬に支援された軍隊が、アイルランドのマンスターに上陸したというニュースを聞き、当枠した。選挙団はまた、彼ら修道会と、その伝道活動に関する詳細を記した手紙が、横取りされ、自分たちの上陸は、イングランド当局に知られていることに気づかされた。 キャンピオンは宝石賞を装ってイングランドに上陸した。彼は1580年6月24日にロンドンに到着するとすぐに伝道を開始した。彼の上陸は当局の知るところとなっており、キャンピオンは自らが当局に挑戦することを広めるべく、味方たちには数密院への挑戦として敵には、 キャンピオンの自慢として知られる宣言を発表したが、この態度は彼の立場をより危険にさらした。彼は逃亡者としての生活を送り、バークシャー、オックスフォードシャー、ノーサンプトンシャー、ランカシャーに住むカトリック教徒たちのために説教をしたり、聖職者としての職務を行っていた。伝道と逃亡の日々を送る中で、キャンピオンは、 イングランド国境界に反対する理由を書き連ねた、銃の理由という書物を発表した。この本はヘンレイオンテムズのストナーパークで発行された。銃の理由400部が1581年6月27日、オックスフォード大学セントメアリーズカレッジの始業式の最中に、式場の座席から見つかった。この出来事は、 大きな衝撃を巻き起こし、キャンピオンへの追跡はいよいよ本格化した。一方のキャンピオンは、ノーフォークに向かっており、ライフォード、続いて、バークシャーに立ち寄り、バークシャーでは人々に壊れて7月14日、15日と2日間続けて、説教を行った。この街で、キャンピオンは、政府の密定に捕まり、腕を縛られ、キャンピオン、文書扇動を行った。 イエズスカイシという文字の書かれた紙帽子をかぶせられた状態でロンドンに連行されたロンドン島に送られたキャンピオンは自分を正当な女王と認めるよう要,要求するエリザベスの臨席のもと尋問を受けることになったキャンピオンはエリザベスをイングランド君主と認めたためエリザベスは彼に財産と交換の地位を与えると 約束した。しかしカトリック信仰を破棄するよう求められると、キャンピオンはこれを拒んだ。このためキャンピオンは釈放されることなく長い牢獄、生活を送り、ラックという拷問器具に二度かけられたほか、様々な形で彼の意志を変えさせる努力がなされた。当局は、キャンピオンがカトリック信仰を撤回した、あるいは苦し紛れに表面的なプロテスタント信仰を、 告白した、といった偽の噂を流す一方、キャンピオンを4度も尋問にかけている。残酷に扱われ、物を書く時間すら与えられなかったが、伝えられるところによれば、キャンピオンは、容易に自らを律していたため立ち会った人々の大多数が彼に敬服したという。9月31日に、キャンピオンは3度目の拷問を受け、王国に対する反逆と女王の敗位。 殺害をローマやランスにいる仲間たちと一緒に計画、扇動した罪でウェストミンスターの政府から告訴された。キャンピオンは反逆者として死刑を宣告された。キャンピオンは判決にこう返答した私たちを有罪とすることはあなた方全員の先祖、私たち全員の先達である司教たちと、将、かつてはイングランドの誉れであったすべて、 聖人たちの島、ペトロの星座の最愛の子供という、我が国の美室に、有罪の宣告を下すことなのだ。キャンピオンはて、デウムを歌いながら、死刑宣告を受け入れた。残りの日々を祈りに捧げた後、1581年12月1日、キャンピオンは二人の仲間と共にタイバーンで、首吊り、内臓えぐり四つ先の刑に処せられた。41歳だった。 エドマンドキャンピオンは1886年12月9日、教皇レオ13世によって劣服された。副社となったキャンピオンは84年後の1970年、教皇パウルス6世により、イングランド及び、ウェールズの40巡教者の一人として劣勢された。40巡教者の祝日は10月25日であるが、 キャンピオン個人の祝日は準教した12月1日と定められた。キャンピオンの処刑時に実際に使われた縄は、現在ランカッシャーのストーニーリハーストカレッジに置かれ、ガラス製の筒型容器の中に保管されている。この縄は毎年、キャンピオンの祭日に、セントピーター教会で行われるミサに際し、祭壇に展示される。ありがとうございます。